今回はですね、1989年式のトヨタのクレシーダ、こちらをご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、どうもこんにちは。北米的自動車ブログのゆうすけです。今回はですね、トヨタのマーク2、こちらの北米主要車で、トヨタのクレシーダ、こちらをご紹介していきたいと思います。それではね、早速動画をご覧ください。どうぞ。はい、それでこちらがですね、今回ご紹介する車ですね、1989年式の、トヨタのクレシーダ、型式でいうと80系のモデルになります。これをご紹介していきたいと思います。日本ではこの車はハイソカーブームのですね、末期の方に、販売されていた車かと思います。マーク2チェイサークレスタの、3兄弟のマーク2がベースとなっておりますね。はい、それでですね、まずいつも通りこのクレシーダのモデル紹介の説明から入らせていただこうかなと思います。ちなみにこのモデル紹介の後にですね、実車 のご紹介もしてますので、もしよろしければご覧ください。はい、それでこちらがですね、クレシーダの初代のモデルとなります。日本でいうと3代目のマーク2がベースとなっておりますね。豚目のマーク2って言われていたあのモデルが、ベースとなっております。で、外観上の特徴なんですが、ちょっと個人的にそんなにないのかなと思います。見えるところで言うとね、5マイルバンパーとか、あとはドアミラーになっていることなのかなと、思います。もしお詳しい方いらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。で、この車が76年発売で、80年まで、販売されておりました。はい、でこちらが2代目のクレシーダですね。これが60系の、マーク2がベースとなっております。日本ではね、長嶋茂雄さんの、CM で、有名なモデルですね。で、ちなみにですね、このクレシーダなんですけど、ちょっとね、名前がクレスタに似ているので、よくクレスタのね、北米仕様とか輸出仕様車という勘違いをされることが多いんですけど、実際はですね、マーク2が基本的にベースとなっておりまして、マーク2の輸出仕様車と考えるのが、正しい、認識ですね。で、この2代目の、マーク2はですね、81年販売開始で84年に、販売が終了しております。はい、それでこれが3代目の、クレシーダですね。型式でいうと70系のクレシーダになります。日本のマーク2がベースとなっておりまして、フロントのですね、顔、グリル周りとか、そのあたりが、日本のクレスタの顔を合わせているということです。で、デザインはですね、基本的に、この前のモデルの、前のモデルの、60系からのキーコンセプトとなっておりますね。はい、でこちらが4代目の、クレシーダ、これが今回ご紹介するクレシーダですね。80系の、モデルです。80系の日本のマーク2のセダンがベースとなっておりますね。で、販売期間は89年発売開始で、92年まで販売されました。で、ちなみにですね、このクレシーダなんですけど、これまでトヨタのですね、最上級セダンとして、設定されていたんですが、この車がなくなった後に実質的に後継となったのが、今も続くアバロンですね。北米生産の、FF の大型セダンアバロンが、実質のこの車の、後継車となっております。はい、それではね、実車の紹介に戻っていきたいと思います。今回ご紹介する車は89年式の、クレシーダですね。それでですね、これがちょっと気になったんですけど、これがリアウィンドウの端なんですが、こんなところにですね、こういうスリットというか、ダクトなんですかね、というのが、入っておりました。これが結構このセダンってまだ、昔のね、日本のセダンという感じの、デザインで、かなり地味な、感じのデザインになっているんですけど、実はこういうね、スリットが、ワンポイントで入っていたということですね。これはかなり、意外でした。はい、それではね、車内の方を見ていきたいと思います。この車がワインレッドの、レザー内装がついている車ですね。
で、シートの、状態なんですが、まだ結構良くてですね、こんな感じで張りも割と残っておりました。これがね、30年前の車のレザーシートと考えると結構いい方なんじゃないでしょうかね。で、これが、シートの座面なんですけど、こんな感じでちょっと面白いデザインが、施されておりました。はい、で、これですね。これがちょっと面白い装備なんですけど、リフトフォーエマージェンシーエグジットって書いてまして、これが何なのかっていうとですね、当時の、アメリカに出している、車はですね、自動シートベルト、これですね、がついていたんですが、これが事故とか起こした際にですね、ロックがかかって、固定がされますよね、シートベルトなので、当然。で、その後、救出する際にですね、これがロックされていると人を救出できない。ということで、あの、先ほどのレバーを引くことによって、このロック機構が解除されるようになっておりました。メーター周りはこんな感じで、シンプルですね。当時のトヨタ車のメーターという感じです。レバー周りも、特に変わったことはありません。左側にライトと、ウインカーのスイッチが、レバーが来ます。で、エアコン周りもこのあたりはおそらく日本のマーク2と同じなんじゃないでしょうかね。ここの辺は変えていないとは思います。今触ってるのがミラーのコントロールスイッチですね。で、センターパネルです。ここにもですね、北米仕様車の特徴がありまして、これ見えますかね？プッシュダウンベルト、リリースレバーと。これが先ほどのですね、これ。このレバーを上げていると、ロック機構が解除されている状態になりますので、そのままでは走るなということで、ここに警告灯が、つきます。個人的にはこういう今はなき装備大好きですね。はい、それではね、リアも見ていきましょうね。リアのドアにはですね、パワーウィンドウのスイッチと、あと灰皿がつきます。灰皿は当時のセダンの必須、アイテムですね。あとこの車がですね、運転席のドアがちょっと残念ながら外されておりました。で、後ろにね、こんな感じで放置されてたんですけど、結構解体はこういうことが多いんですけど、買わないならね、外すなよと思うんですが、ね、せっかく残っていたものはね、あんな感じで外して、放置されておりました。で、これがトランクにちょっと面白いものを見つけたんですけど、当時のですね、マニュアルのケース、マニュアルホルダーですね、が残っておりました。当時のトヨタディーラーの、ものですね、ノーウォークトヨタのものです。これが、ディーラーの整備手帳みたいなものですね。あとこれが、なんて言うんでしょう、その保証のね、内容とかが書かれている、本になります。各州ごとに、内容が違っていたみたいですね。トヨタタッチと、そういう名称が、付けられておりました。で、トヨタの、旧ロゴがつきます。このロゴを個人的に、とっても好きですね。発行がですね、89年の 9月と、なっておりますので、正真正銘、新車時の、ものということですね。これが助手席ドアなんですけど、こんな感じで盗難防止のステッカーも、当時の車でもまだもう貼られておりました。あとですね、助手席も見ていこうと思います。これがですね、助手席のグローブボックスの裏側なんですけど、ここに、空気圧のラベルが貼られておりました。しっかりね、社名入りで結構お金がかかっているものです。共通部品ではありません。はい、で、最後にエンジン見ていこうと思います。はい、これですね。この車が 7MGE、トヨタの、当時の直六エンジンですね。スープラにも積まれていた 7M エンジンが、このクレシータにも積まれております。でもこのエンジンはちょっともう使えなさそうですね。枯葉がいっぱい乗っかってます。
はい、こういった感じでね、今回はトヨタのクレシーダ、こちらの4代目のモデルですね、これをご紹介させていただきました。今回もご視聴いただいて、どうもありがとうございました。